休日の朝は午前中息子が習い事に行っていて、で夫もそれに付き添って不在にするので、午前中3時間ぐらい一人の時間ができるので、そこで朝食を作ってゆっくり食べて、でのんびり読書をしてっていうのが至福の時間になってます。自分のためにこう時間を作って、自分がやりたいことだけをやるみたいな時間が作れるように最近はなってきました。電子レンジにも直接入れて使うことができるので、なんか時間をかけてゆっくり過ごせる時間帯だからこそ、たっぷりゆっくり飲みたいみたいななった時に、普通のマグカップとか湯飲み茶碗みたいなものだとやっぱり少し小さいなとか、もう少し特別感があるものがいいなってなった時に、カフェオレボールちょっと使ってみたいな、欲しいなって思ったので、私たちらしいデザインで形にしてみたいなと思いました。キャニスターは必需品じゃないかもしれないんですけど、ちょっと調味料を入れ替えたりとか食卓に添えてあると少しリズムが出るような、そういう、 こう可愛らしい食器欲しいなって個人的にも思っていたので、今回のシリーズで出しています。
これがコースターだけじゃなくってちょっとしたお菓子とかフルーツとかを載せられるようなお皿をも兼ねているものになるといいなということで、少し大きめのサイズのコースターを作りました。ちょっと下をカットしているのでちょっと狭い場所に置いたりとかしても圧迫感のないデザインになっています。毎日お仕事したりとか家事をしたりとかしてるとやっぱりやらなきゃいけないことっていうのに追われて日々を過ごすことが増えてきちゃうので、ちょっと何かをやらなきゃいけないっていうところから離れて、こう自分のこう心の声に耳を傾けるっていうか、そういう何もしない時間みたいなのがこう自分を取り戻すためにすごく大切だなって思ったので、なんかそういう時間に寄り添ってくれるような食器を作りたいなと思って今回企画しました。